い、J チャンネルです。質問をいただきました、D-7 が難しいということですね。G よりか D-7 の方が押さえるのが難しいと全くできません。指の柔らかい部分が当たっているせいなのか、1弦だけペシペシと変な音になってしまいます。なんかコツのようなものありますかということなんですけどね。 D-7、こういった感じのコードなんですけど、コードの通りに弾けばですね、こういう感じになってね、なりますけど、実はねこれはコードがこうなってるからじゃなくて、もう押さえれば OK なので、押さえ方のコツが分かればねすぐできます。例えば D-7 は1弦と2弦をね人差し指で弾いて、中指で3弦の2フレットを弾きますね。こういう感じです。なった時に僕はですね、こういう感じにした時に、人差し指は少し斜めになっていてね、斜めになってます。若干斜めになってでしょ。で中指を人差し指にくっつけるようにしてます。ここをね、ここをこっちに中指を人差し指にくっつけるようにしています。こういう感じで、そうすると1弦までしっかりこうなる。これがこう単品でやってしまうとこういう感じになってしまうので、人差し指で全部やろうと思ったらこうあんまりいい音が出ないけど、中指をぐにゅーっとこうね、ここにこの中指をこう押すんですよ。こう。そうすると1弦がしっかり出る。F も同じね。F の時はこうなった後に全部これがくっついてるんですよ。ビターっとくっついていて、この中指も人差し指を押さえていって、フォローしてあげます。こういう感じ。こういう感じでこう全部離れて押すとなかなか難しいので、こうピッタ全員こうね、全員集合っていう感じで、全員でこうこちらの方を支えるという感じにしてます。で D-7 はこんな感じで、若干薬指もこれ加算してますね、こっちね、ほらほら、これが ないと難しいので、こういった感じでこう全部ね、ない指も全員集合でこういう感じで、人差し指のところですね、ここでフォローしてるという。そうすれば結構ね簡単にできると思う。どうでしょうかね。 C なんかからね、この C を押さえておいて C に戻すというコードがありますね。こんな感じで人差し指で押さない、押して押さないを、こういった練習をしていく。その時に、まあ、D-7 こういう感じですね。ですか、わかりますかね。この中指がぐっとこっちに来てると、だから指の角度なんかはもうほんとね、押さえる感じでこうなっている。ほら全然こういう感じですよ。普通にこういう感じで押さえてる人いませんから、こういう感じで、斜めになっても結構です。人差し指がこうほら斜めになってるでしょ。斜めになっていて もうしっかり押さえていれば OK なので、こんな感じでぐーっと中指をこう人差し指をぐーっと押さえつけるような感じで、人差し指の1弦もね弾くようにすれば綺麗な、D-7が出ますので、やってみてください。でさっきのね、指の柔らかいとこでね、当然こういった感じでこうね、跡がつきますよ、ほら、ね、跡がついてる、ピントが合わないかな。これをねぐーっと押さえつければ柔らかいとこでも結構音はね抑えられますので、ね、柔らかいとこしっかりこう多少跡はつきますけど、こんな感じの跡がつきますね。でも柔らかいとこだからそんなにこう痛くないと思う。こういう感じでやればできると思いますね。 D-7 から F の、ね、省略コードなんかも全部同じ系統ですよね。同じ系統です。これはまあ練習してみてくださいね。はい、これやったらね結構いいと思うんですよ。僕 D-7 の響き結構好きなんですね。こうなんかこうふわーんとなってるね。 D-7
でしょ。指によってコードによって弾き方をちょっと押さえ方をちょっと工夫して変えれば、できるようになると思いますのでね、頑張ってみてやって一緒にねやってみてください。グッと、そうすると1弦ですね、全然1弦が出てます。はい、どうでしょうかね。ちょっとすぐにはできないかもしれませんけど、これがねコツがつかめば、ほら、あ、綺麗な音が出るような感じになりますので、ぜひね根気よくやってみてください。今度ね、指の練習してこのグッと、はい、本当できると思いますよ、これだったらね。はい、頑張ってやってみてください。 J チャンネルでした。コードによってほら指の押さえるところが変わってくるでしょ。ほら、指を立てろ立てろと言いますが、 Dm7 に関しては寝かせるという感じね、いう感じですね。はい、コツをつかんでやってみてください。 J チャンネルでした。